はい、皆さんこんにちは、ナッツでございます。ということでですね、ゼログインフィニティを、アルテミスでやっていきたいと思います。まあなぜかというと、まあ今週さすがに来るやろということで、ね、使っておこうかなと思います。体勢がいい、体勢が OK、 行きましょう。フレンドやっぱ覚醒パールですね。アルテミスとフレイヤーとかだとやっぱね、火力が出ない、うん、と思うんですよね。だからやっぱこんな感じのパーティーになりました。まあとりあえず行ってみようと思います。さあさあやっていきましょう。ここは多分回復消さなくてもいけると思うので、逆に行ってもらわないと困るんで、こんなところで回復つなげてられないので行きますね。はい、で次が休憩ゾーンか。まだ HP が、そうですね、レベルは低いんですけど HP は2倍になってますんで、かなり高い HP が確保できますということです。で、ベルダンディさん置いてきたのは今回ですね、ローグ型だからちょっとレベルが上がりにくいかなと思って置いてきましたが、まあソニアさんがね、結局上がりにくいことに変わりはなかったんですけどね、ちょっとソニアさんをこのパーティーに組んでみたかったので連れてきました。闇属性いないんで大丈夫ですね。さあ、すでに体力は3万を超えました。これがね、5万までは多分いかないと思うんですけど、4万いってくれるとだいぶ安心感が変わってきますね。今んとこ回復をまだつなげる必要はない気がするんですけど、ここでつな、あ、貫通しました、しました、 OKOKOK。 さあ、あのプラスを持って帰ることができるのかという。おお、アルビダさん、あなたは今バカンスの最中なのでは。回復作ってもらったんで、つなげて倒していきます。楓がね、あれなんですよね、フェス源なんですけど、経験値テーブルも400万で、さらに、コストが29ぐらいしかないので、多分この中だとね、フェス源のくせに一番軽いっていうね、今のところレベルが一番上がってるんで、そこね、すごいね。だから和の流感師はどちらかというとこのローグ型とかに向いてる系スペックというのかな、なんか軽くこう組み込めるって感じですかね。ヘイスト持ちつつも、さらにね、コストが低いっていうね、コストが低いのが最近結構でかいのでね、こういうダンジョンで。で、回復が欲しいんだけど、まだ突風は巻き起こらないよね。いいですね。これで、全属性 3% 減らしてるのかな、全ての攻撃を 3% 減らせますので、まあ微量ではあるんですけど、後々生きてくるはず。てか元々のダメージが分かんないから、どれぐらい軽減するかも分かんないんですけど、はい、正宗さん突破でございます。危なかったな。よしで、6階が休憩ゾーンか。次にね、回復を取っておきたいので、これも取っておきたいから、あー消えた。あー、でもキー生成すればいいかな。ペルセウスなりビシュムなりでいける気がしますね。うー、あ、チョキチョキラッキーだね。これはかなりラッキーかと思います。ビシュムもったいないのでペルセウスでいきます。はい、一応封印が 100% じゃないんだよね。80% ということでね、ちょっとリゼロが怖いんですけどリゼロの黄金だっけ、なんかそれが先に飛んでくるんですけど、あれが怖いですね。まあここチョキチョキだったのはちょっと運が良かった。おし、でこっからですね。うわ、まあもういつもだよね、これ2ターン分け僕がやると2ターン分けしかしないんだよ、あのヘビメタ。あ、やべやべ、ヘビメタの野郎、どうしたらいい、これマジでめちゃくちゃきつくなるんですよ、こいつのターンが変わるだけで。ほら、めっちゃ硬いもん、これどうするべ、全然減らんべ。ソニアはやりすぎな気がするんだよね。でもソニア使わないとやばそうな気もするんで、ここで一発ぶちかましましょう。ソニアからのパールでいきます。これがしたかったんです、僕は今回。さあ、倒せるとは言っていない、願うしかない。ビシュノも使っとく、死ぬよりはマシ。いきます。まあ今回は作って正解だったかな。だから前回とかはね、作って、これ作らん方が良かったんじゃねみたいなこと。落ち込ん、結局来ないのかーい。
いけ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 ダメだよね。そりゃさ、二段分けしたらきついよな。マジか。もうこういうとこでね、負けるのが嫌なんだよね。運で2ターン確定ですかってぐらい僕がやるとね、出るんですよ。彼らじゃない。で、ゼロオーグの動画も消えてしまったので全然残ってないんですけど、前回緑ソニアでやった時も、彼は2ターン分けでした。3分の1と考えてね、例えばその前後するじゃないですか、パズラのモンスターって脇ターンが。だから元の脇ターンと前後で3分の1だとしても運が悪すぎるとね、嫌ですね。あそこら落ち込み乗ったらいけそうでしたけどね。まあ彼が2ターン分けしないことを祈るしかない。てか小ターンでダメージを与えておくのがいいのかもしれませんね。ここでペルセウス使うのは別に間違ってないと思うんだけどね。これで光、あーなんか離れちゃったけど、まあまあまあ、これで2コンボね、2ウェイ入れたらさすがに、2ウェイ2コンボ入れればゴールもいけますよね。次です、ここです。本当に2ターン分けだけしないでくれ。おかしくない？おかしくない？ちょっとおかしいと思うよね。そうか、だったら、まあ、パールでビシュヌ先に使って、パールビシュヌで先打っときますか。パールビシュヌでいきます。ビシュヌからのパールでこれでいきます。4-3でとりあえず減らすっていう作戦ですね。もうあとは知らんよ。もう知らんよマジで。おしおしおし、そう、この目覚めが欲しかった。まあね、あいつが2段分けしたのもね、運が悪いようなもんなんですけど、さあどうしよう。なるべくこの盤面を崩したくない。今のであれでしょ、で楓使って 2A が2個組めたとしても今のような火力は出ないし、ソニア使った時点で積んじゃうし、楓で行くしかないんだな。これパール2枚欲しいかもね。前回あのイルシックスの時はパール2枚入れたんですけど、まあなんとかここはちょっとね、ビシヌさんに頑張っていただきたい場面ですね。はい、行きまーす。下で 2way を組み、そこでも組み、闇、おー通知、はい、はい、すいません。よしよし。ナイス目覚め、倒せるよね。おー、あぶねー。倒したと思ったんですけど。おいおいおい、いい加減にしてくれや。ガッツポーズしとったわ。ガッツポーズしとって、ちょっと画面見たら死んどったわ。ひどいな、なかなか。あのヘビメタがちょっとね、3分の1をこれで3連続ですからね。いやひどいね。なかなかひどい。ここはビシヌで言っときます。はい。ビシヌです。ペルセウスの変換が意外と優秀なので、意外というか普通に優秀なので、次にペルセウスを取っておきたい。とか言って準備するとあいつ2ターン分けしねえんだよ。俺は知ってるぞ。もしくは証拠にもなくまだ2ターン分けをし続けるか。多分ね、3とかで湧くよ今回は。むしろ4かもしれない。あれなんなんこれ、おかしくない本当に。ペルセウスでいきますね。ペルセウスね、取っとかないとやっぱ回復がね、パールさんでしか作れないっていうのはやっぱり難しいところがあるので、これでにしてもちょっとめんどくさいな。下に 2way を置く、下に 2way を置く作戦でいくか、横に 2way を置く作戦でいくか、下、いや右に置いて縦に3分割でいいかな。それで行ってみたいと思います。いけるかな、ちょっとなかなか自分がいつもやらないパズルを今から挑戦するので不安なんだな。下の方がいい気もするな。下で行きます、やっぱり行きます。下で回復作って、こう 2way をね、あ、よしよしよし、いい感じいい感じ。これで目覚めない、目覚めない、真ん中真ん中、これで半分ぐらいいけばだいぶね、こちらに、よし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 、過去最高過去最高。これいけるでしょ、この盤面で。
行きたいと思います。いいよいいよいいよ、冴えてるよ。よしよしよし、ここ突破できてこんなに喜んでるやついないと思うけど、だいぶ達成感。こっからが勝負なんですけどね。さあ、なんかコンボも組みやすそうなんで、はい、コンボ教室が始まります。すごいなんかね、コンボが組みやすそう、なんか木がいっぱい揃ってるので、まあ、ここは気軽に行きたいと思います。前回同様、はい、行きまーす。闇で光で火、まあいいでしょ。1,2,3,4,5 じゃないかい。 Oh my god 辛いよ、まだまだです。おお、耐えたよ耐えたよえ、耐えたよ。コンボ吸収ないけど、おっと、どういうことだ、これは初見だぞ、こんなん。これはどういう状況ですかね。あいつは次は何をしてくるんですか。まあいいや、コンボ吸収ないで普通に殴ればいいんですよね。あー、ゲームオーバーかと思ったのにな。まさかの展開だねこれまあやっぱこういうね、なんかハイライトあってこそ、回復力がやばい、回復力が、こういう何かがあってこそのね、パズドラだと思います。あー、なるほどね、続けてくれるんですね。こちらスキル溜まりましたけど、よろしいんですか。じゃあここはさすがに考えましょうまあ今度こそなんか簡単な気もするんですけどね。そこで木作って、闇作って、うん、今回こそ簡単な気がする。そこで3,3、よし、いきます。考えがこんがらがらない、こんがらがらないうちに、こんがらがらない、いいよね。よしよしよし、5,6,7で木がないのがまずくない、これ木で押さないといけないからさ、いきますよ。だから、あ、でもさすがに耐えれるか。回復2コンボで耐えれば一発ぐらい耐えれそうなので、耐えたいけどちょっと不安ちゃ不安なんで、楓さんでも安全にいきます。エイストは無駄にならないからね。でこれしっかり回復してボス戦に挑みます。大丈夫、光消してないけど倒せるよね。2ダメージぐらいなんとかなるよね。よし、さあボス戦やりますね。本気でいきます。ガグラ、ガグラさんです、こんにちは。続けるぞ。このハケまといますよね。でサクリファイスはやはりめんどくさいものがあるので、ここも前回同様ウィッシュので、まずはリターン2-0だっけ、あれを狙います。で、回復が消せないので今回は普通にね行きます。まあでもダメージ与えておくことに越したことはないので、これでダメージ与えといてリターン2-0が来て、まあ HP 多いんで、ね、前回のスタノーさんと特に変わらないかな。でここから減らしていく作戦ですね。行きます。回復つなげて、よし、これでまず半分まで行って、まだ行かないと思うけどね、こんなんじゃ半分行かない。ダークパルス、暗闇、おお、ここで 20% を引いていく、素晴らしいね。ティーチの時密かに僕弾いてくれないかなって思ったんですけど、ここでついにここまでね取っといてくれたんですかね。よしよし、回復も乗って、カオスボルトだけ怖いんだよな。こんなもんか、それも。ほんと、普通のパーティーでね、このローグ型で2万っていうのは非常に厄介なダメージなんですけど、このパーティー HP が多いこともあって、だいぶダメージを抑えることができました。なるべく今の2面にしたかったなぁ。これ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 。あ、違うわ。これじゃないわ。その、毒生成。毒生成だけが怖い。よし。いい感じ、いい感じ。だいぶ殴り合えてる。パールさん使いたくないからさ、なるべく。いやー、でもペルセウス溜まってるね。ペルセウス溜まってるのでかいね。ダークパルス。暗闇好きやな、お前。どっちか使っとこうか。ペルとパール、ペルとパール。ペルが火を変えちゃうから、ペルだな。ペルセウス使います。で、これでなるべく回復もつなげて、ダメージを与えちゃいたい。
1コンボだけど、なんか落ち込んいい感じ、落ち込んいい感じで、多分これで半分いって、スキル封印さえ食らわなければもう勝ちです、多分。スキル、あ、いかない、まだいかない、また暗闇好き、2万だったんで耐えれるはずですね。一応回復はしといて、よし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 、光が落ちます、また木が降ってきます。ビシュヌが溜まった、本当にスキル封印だけだ。オーガンみたいなやつ、あれだけ受けないければ。よし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 。で、リゼロね。回復しますよね。ちょっと殴った方がいいかな。ちょっと殴ります。不安なので。で、行動多分変わんないので。ちょっとね、ワンパンできるかは不安なので、やはりここは安全に、確実に勝ちに行きましょう。あんだけ、ね、デブじゃない、絶メタに殺されたので、ヘビメタか。簡単に負けたくない、なんかゼロにされちゃった。カオスボルト毒生成ですか、これが確か猛毒になるんですけど、この時ダメージなかったはずなんで、あったかな、いやなかったよね、確かターン稼げるんで、ここで減らしてから次に行きたいんですよね。だからカエデで回復5個になるんで、それでダメージをまず与えたいと思います。アルテミス使ってもいいね、ダメだね、アルテミス使っちゃいかんね。楓がね、奇跡的に毒とか消してくれたらいいんですけどね。その6分の4を引けるとは思えない。ああ、まあまあ、こんなもんで。で、2で1個組んで、まずはダメージを与えると。回復力高いから毒消しちゃってもいいんですけどね、正直。5個になっちゃったけど、まあ、あんまり減らしすぎてもね、ちょっと怖いので。これで一旦削って、ですよね。なんだ？なんだ？何が起きたんだ、パフって何、何がパフなの、毒なんですけど。てかダメージあったやん、もう怖いな。猛毒にするのをパールさんが弾いたと。だからこの場合もう一回今のが来るんですよね。それは困るんですよ。なのでソニアさんがあとは陣を引いてくれればお願いします。警戒昇竜陣、おお、いいよ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 。でここで、とりあえずパール使います。パール使ってフィッシュヌも気持ち使っておきたいんだよね、やっぱり降ってきてほしいから。これで4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 か、完璧な分割ができるけど、フィッシュヌさんを使うことによってより完璧な分割を求めて、よし、ここはもう僕の技の見せどころです。見せどころだけど、今やろうとしてる分割だとダメだよね。今僕がやろうとしてる分割だと、ああ、使わない方が良かったかな。いやでも、落ち込んもあるんでね。回復5個つなげないといけないので、そこだけ絶対に忘れないようにしないとダメなので、ちょっと、めんどくさいことをした気が自分でしなくもないんですけど。僕がやりたかったのは、いつものあの、分割からの、なんか2個、ポンポンって置く作戦なんですけど、それやっちゃうと今回、つながってしまうので、つながって回復が、分割されちゃわない、分割されちゃうのでダメなんですよね。ちょっとこれをね、頭の中で考えるのも難しいですから、やはり動かしたいんですけど、動かしてから間に合うのかどうかっていう、ね、よし、やるか、やるしかねえか。あそこの木の位置はいいんだよな、だからこの辺から動くのが一番ベストかな。でそうだね、よし行きます、見してやります。こういうこと、こういうこと、そこ5個になっちゃうけど、回復つなげるためだからね。落ち込んこないんかい。落ち込んこないんかい。倒してください、倒してください。よしよし、ああ、じゃだいぶ白熱した。よし、動画撮れてる、 OK。いや、いい動画撮れましたね。今回はなかなか楽しかった。お疲れ様でした。まあまあまあ、パーティー変えればもうちょっとね、安定すると思うんですけど、まあ今回僕がやりたかったのは、このパールパーティーに、このソニアさん入れて、パールで回復して二色陣を作ってみたかったというね。それだけでございます。あとはあれですね、ヘビメタ、じゃ、ヘビメタ、そう、ヘビメタだね。ヘビメタの脇ターンがちょっとクソだったっていう、それだけです。
以上、アルテミス&覚醒パールでゼログインフィニティでございました。ご視聴ありがとうございました。